1959年、英国マントーで行われた全世界グランプリレースに初出場し団体優勝して以来、ホンダオートバイは世界各地で行われたレースに数々の新記録を樹立し、世界史上類のない完全制覇の偉業を成し遂げた。今やホンダは質量ともに世界一のオートバイメーカーになった。このような栄光を勝ち得たことは、一人ホンダ技研の技術水準の高さを示すのみではなく、日本のオートバイ工業を含めた全日本の工業水準の高さがもたらしたものであると我々は深く感謝している。車体の材料となる製鉄業、ゴム工業、電装工業、オートバイを美しく化粧するペイント工業、切削油やガソリンなどの製油業、そしてあらゆるプラスチックパーツの原料となる石油化学工業など、全く埋挙にいとまがなく、オートバイ製作に関連のある工業は数十種に及び、それらの全ての工業水準の高さが総合されて我々のオートバイを世界一にした。これが我々の工場である、浜松製作所。ここでは 125cc のベンリーと耕運機を作っている。埼玉製作所、ここでは 250cc のドリームとスクーターを。鈴鹿製作所、ここでは 50cc のスーパーカブを作っている。技術研究所、研究所とは人間の心理を探求するところで、技術はこれを実現するための手段であると我々は考えている。そしてたゆまぬ研究と斬新なアイデアが我々の技術を世界的なレベルに高めていく。設計室では技術者たちの夢が次々に描かれる。オートバイの生命はエンジンである。軽く小さく、そして力は大きく、しかも堅牢で機械美も備えなければならない。車体ももちろん軽く堅牢で、その形は美しいことが条件である。設計図に基づいて作られた試作品はあらゆる角度からテストする。このテストルームは建物全体を風洞としたダイナモメータールームで、オールリモートコントロールシステムを採用した世界でもトップクラスの規模を持っている。我々の本田社長は若い技術者たちに混じって直接我々の研究を指導している。性能を保証するためと、さらに良い成果を得るため、
着者はそれぞれの目的に従っていくつかの試験を繰り返し、そうして顧客の要求を満たす製品を作り上げていく。尊い人の命を預かるオートバイであるから、一つ一つの部品についても機械的な高い精度はもちろんのこと、材質的にも高い堅牢度が要求される。ホンダのオートバイはあらゆる角度から試験を行い、非常に高い信頼を寄せられている。堅牢な部品を作るために、温度を変化させながら材質の組織変化の状態を観察する顕微鏡。丈夫で美しいカラーレザーを生み出すための紫外線による耐久試験、オゾンウェザーによるタイヤゴムの老化試験。この部屋は音を任意に取り出せるようになっており、エンジンの金属音試験が行われている。どんな寒い場所でも始動できるように、零下37度の低温まで下げられる低温実験室における始動試験。風洞実験、時速200キロの速さで走っている時の状態。実際に高速走行中の性能を測定するテレメーターテスト。テストする車に送信機を装置し、各部分の応力と加速度、回転速度などを電波で受信するようにしてある。より良い製品を作り出すために、このような研究試験が日夜行われている。我々の工場の特色の一つとして、専用工作機械の製造部門がある。性能の良い小型の4サイクルエンジンを量産するためには、どうしても専用機が必要である。汎用機械や輸入機械に頼り、他のメーカーと同じことをしていては、決して他社よりも優れた製品を能率的に作ることはできない。作業に直接従事する者の創意工夫を取り上げ、その作業のための専用機をごく短期間で設計製作して職場に届けられる仕組みになっている。工場施設の配置は生産の能率を決定する極めて大きな条件である。合理的な生産管理のもとに、品質の均一化と量産を行い、いかにコストを引き下げるかに心を砕いた。本工場、この離れた建物は鋳造工場とプレス工場で、本工場から独立させたのは、将来他の製品の二次加工プラントに供給することを考慮したものである。本工場内の配置は、組み立てラインを中心に機械加工区、熱処理区、プラスチック成形区、溶接加工区、メッキ加工区、塗装部分と車体小組み立ては組み立てラインの2階に配置し、各加工区は
組み立てラインに対して最短距離を持って物が流れるようにし、各種のコンベヤーを駆使して人の手による物の移動を行わず、1秒の誤差もなく円滑に流れるよう配慮した。なお、本工場は一部が2階建てになっていて、エアーコンディション装置、変電室、ロッカールームなどの間接設備をすべて2階に配置した。7カ所の出入り口は、重い鉄扉の開閉の手間を省いてエアーカーテンとした。ここは、急造及び鍛造工場である。オートバイの生命であるエンジンのクランクケース、ホイールハブ、クラッチアウター、ピストン、ダイキャストでは無理な中子の複雑な鋳物はシェルモールドマシーンで能率的に大量生産する。コンロッドが鍛造される。カウンターシャフト、ここは機械加工区である。我々の考案した各種の専用機が汎用機や輸入機に混じって素晴らしい稼働率を示している。加工精度はミクロン単位を標準とし、検査事具を完備し、品質の管理面に特に意を注いでいる。ミクロン単位を標準とする機械加工の精度は、それぞれ各加工ごとに事具で検査し、さらに抜き取りで精密測定検査を行っている。また加工事具、検査事具そのものの精密測定検査も行って、このミクロン単位という高い精度を完全に保証している。熱処理区。エンジン内蔵部品は全て耐久性を増すためにガス浸炭焼き入れや高周波焼き入れをする。Thank you.
ムシャフトの高周波焼き入れ。同じくスプロケット。エンジン組み立てライン。各加工夫から送られてきたエンジンパーツはこのラインの流れに乗って12秒に1台の割合で組み立てられる。こうして出来上がったエンジンはモーターで綿密なすり合わせ運転を行い、エンジンの回転を滑らかにする。この工程はターニングテーブルにしたため、場所と人手を節約して非常に能率を上げている。正午を告げる時報である。工場の2階の一宮に設けられた従業員食堂。楽しい食事のひととき。この青年は週末の休日に釣りに行った。大量だ。お、また釣れた。レジャーにハンター株が一役というところ。彼は森へ鳥を撃ちに行った、なかなか見事な腕前だ。帰り道、社宅の先輩夫妻に一羽振る舞って大変喜ばれる。独身寮ではさながら凱旋将軍のような歓迎ぶりであった。彼はテックに行った。
大人も子供も家族揃って楽しめるオートバイの遊園地である。ここはプラスチック部品の成形加工区である。金属ではぶつけるとへこんでしまうところを弾力性があり、しかも軽量な特性を活用してプラスチックで作る。フロントカバー、フロントフェンダー、ライトケース、プレス工場である。フロントフォークやフレームが能率よく作られていく。溶接加工区、プレス工場から供給された素材は溶接され、メッキ加工区や塗装加工区に送られる。メッキ加工区、まず煮沸脱脂に始まり、11の前処理を経てからニッケルメッキが施され、3つの中間処理後、クロームメッキされ、5つの後処理後、完成品となる。メッキされない素材は2階の塗装区に運ばれて、全長2400メートルに及ぶトロリーコンベヤーの流れに乗って、下地処理、乾燥など数工程の前処理加工を経て静電塗装を行う。
塗装を終わった各部品はそのまま2階の小組み立てラインで組み立てられ、リフトで開花の総組み立てラインに下ろされていく。いよいよ総組み立てである。それぞれのラインから生産される各機種 50cc スーパーカブ、そして 125cc ベンリースタンダード、同じくスポーツタイプ、 250cc ドリームスタンダード、同じくスポーツタイプ、そして耕運機。このほか製品は20数機種に及び、世界最高の生産高を占めている。生命を与えられ自力でテスタールームに入っている。全製品をルームテストする。ルームテストの他に抜き取りロードテストを行う。平均時速150キロ、最高時速300キロの走行が可能な一周6000メートルの超高速テストコースである。このような各種のテストにパスして初めて完成した製品となり、我々は
十分な自信と誇りを持って製品を世に送り出している。遥かに数千キロ、世界のグランプリレースを制覇した我々のオートバイは、こうしてまた世界の国々に輸出されていく。